私は旅をしているときに、ふと横影にそよ風が吹き、そして私は旅立った。私は切符を片手に乗車しながら飛んでいった。すると向こうの街に着いた時に、私はどうするかと考えていたのさ。そしたら向こうの方に着いた時に、ゆっくり歩きながら街並みを見ていた。街の片隅にある部屋に借りながらの住み、そこで一つ考えていた。歌を書いて歌を歌い、そしてそれを歌を発表した。ルルルルル、私はまたそこに何かがあり、そよ風が吹いてきたのだ。そして小さな小人が歩いて私に向かっていった。Do you love to see the wishes and the wishes we see? I wish this wish for the wishes the wishes. すると小人は等身大になり、そしてまた旅立っていった。私はそれを歌に書き、歌いながら旅をしていたのさ。ルルルル。そして向こうにある景色を絵に描きながら、そしてそれを売り、生計を立てていたのさ。ルルルルル。旅は面白い、旅は面白い。いろんなところに行って、いろんなところを見てて、そして私は詩に書き留めた。そしてその詩を、作詞の歌を読んだ。ルルルル。作詞の歌を読みながら、そして私は考えていた。逆回転の時計はいいかい、普通回転時計はいいかい。考えながら、どちらの時計をつけて旅立っている。そして街を歩いていた時に、と不思議な体験をして、なんかあるなと思った。旅はいつも逆回転なのか普通回転なのかわからぬ旅であった。私はその旅にずっと旅をし続ける。ルルルルルルル。